です。今日は東京にあるピューロランドに来ました。早速声をかけてくださった方がいたんですけど、今日は3日前に大分にあるハーモニーランドに行ったばっかりなんですけど、今日は東京にあるピューロランドに来ました。そうですね。はい。また3秒ですね。じゃあね、ここはもともと行く予定があって、半年前にね、サンリオのショップで買い物いつもしてるからさ、ポイントが溜まってたんだけど、それをね、ピューロランドのチケットに交換したの。チケット交換したんだけど、それが有効期限が半年間だったから、今月末で切れちゃうってことで、急いで予定を立てたんだよね。ハーモニーランドはたまたまやったの。撮影で大分が空気入ったから行けたんだけど、ピューロランド久々に来ました。多分ね、2年ぶりくらい。結構わかったんですね。そう、それまではね、年に1回くらいは来てます。ということで、さっき入場はしてるんだけど、ちょっと言っていいのかな。ダメ？はい、お昼ご飯に来ました。プラスはゆで玉入ったラーメン、ユウはカレーです。かわいい。ここにサンリオピューロランドって書いてる。いただきます。ハート崩します。ピリ辛、ピリ辛だからいい。とりあえず今日の、ね、予定を立てながら食べていきたいと思います。はい、ということでご飯食べ終わったので、次はマイメロロードロライブに行きました。かわいいよね。これになります。入り口階段だからそこだけ抱っこしてもらって。はい、かわいい。これね、なんかね、ところどころに写真撮影があるんだよ。見つけます。もし階段があるんですか？あ、そうですか。はい、お待たせいたしました。近くまで大丈夫ですよ。車椅子ってどこに置いて大丈夫ですか？車椅子近くまで置きますので、こちらでこのまま置いていただいて大丈夫です。あ、はい、はい、いいよ。ということで、次はアトラクションではなくショー、ミュークルドリーミーマーチを見ます。25分間ぐらいのショーです。これね、これにね、ショーの時間とか全部書いてるから、さっきね、プランニングした効率よく回るために。ショーの最中はちょっと撮影がね。あ、そうなんですよ。これは撮影禁止で、撮影タイムの時があるから、それだけ撮影できるので、もしね、そっちの撮影タイムだけ撮れたら撮りたいと思います。どうでしたか？初めて見た、あれ。メインのキャラクターの名前はミュウちゃんですね。マジでびっくりなんだけど、ミュウちゃんやって同じやんと思いながら見てた。次はキティ歌舞伎行きます。キティ歌舞伎見たことあるよ、でも何回も。そうですか。じゃあ向かいましょうか。このキャラクターの名前何ですか？ピアノちゃん。ピアノちゃん、スイートピアノちゃん。マイメロのキャラクターだよ。あ、なるほど。
声かけてる。え、品物。さっきこれね見ながらね、ショーとグリーティングの時間が決まってるから、こうスケジュール立てる時にどっちがどう組んだらいいかっていうのをね、キャストさんに確認してたの。そしたらキャラクターグリーティングがね、当日こうこのキャラクターが何時にここにいますってのが決まってるのなんだけど、その場合車椅子の方は優先的にご案内できるってことをね教えてもらって、その時間に行くと列が結構できてるんだけど、その列に並ばなくても優先的に案内してもらえるっていうのを聞きました。ねえ、これ知らなくてさ、何年もさ行ってるのにさ、今までずっとさグリーティング並んでたんだよね。でも最近できたら夜なんかもしれませんね。分かんないけど、ずっとめっちゃね、なんかこのキャラクター何時ここって決まってるから、こうやってスケジュール組んで全部並んで制覇とか頑張ってたんだよね。並んでる最中も別に言われなかったの。なんか、あ、これ優先的にご案内できますよとか言われたくなくて、なんか最近できたのかな、分からないんだけど。でもさっきさ、他のキャストさんにも言われたよね、優先的にできますみたいな。もしかしたら最近できた生徒なのかな。まあ、どっちにしてもラッキーですね。ラッキーと前メロにね、前メロが今日に会えるそうなんでね。車椅子ユーザーの方のお得情報。お目当ての今ね、今日一番行きたかったショーに行きます。20分からの会行きましょうか。めっちゃ並んでる。以上は撮影禁止なので、はい、また終わってから。ダニエルとバイミアとクロミちゃんがメインに出てるエッグロールイースターでショー見たんだけど、その後に10分後にすぐミッシュ・ミー・ベルのチャン・ソー・ユーっていう別のショーを見たかったの。そっちに急いで行ってきました。今見終わったとこです。そちらも行くぞ。はい、ポーズ。次が最後のお写真じゃ。はい、ポーズ。素敵なお写真は撮れたかな。ということで次は15時半からマイメロだ。マイメロのグリーディングですね。そう、マイメロディのグリーディング行ってきます。今日初めての4階に来ました。マイメロシャツ、ここはマイメロ中心の商品とフォトスポットがついてる。すごい。マイメロのさ、赤ちゃん新しいのあるやん。これピアノちゃん、かわいい。かわいい。ゆうちゃん、運転しないでしょ。運転しないけど、将来旦那が車持ってたらそれしてもらおう。旦那さんかわいそうでしょ。なんでよ。仕事で使うかもしれないけど。わかんないじゃん。さっきの子みたいにさ、三輪式の男子かもしれんやん。わかんないでしょ。マイメロ2ショップ限定だって。マイメロランド限定。このクロミちゃん。
すごいね、顔洗うのにさ、ヘアバンドするのにさ、こうすごい豪華前メロだから、すごいね、クロミちゃん好きでも可愛いね。このクロミちゃん可愛い衣装が。そう、喧嘩しますよ、前メロとクロミちゃん。大丈夫、クロミちゃんね、この格好で会いに行くとね、前メロの格好してるとバイバイって言われる。写真撮らないって言われる最終的には撮ってくれるけどね。じゃあそろそろグリーティングとか行きましょうか。うん、後で写真撮りに来る。撮ってる。行ってらっしゃい。それはみんな自分で撮ればいいです。そうです、こちらお手伝いすることもできます。できました、ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。一度こちらのエビコキバに車椅子を置いていただいて、はい、次はアトラクションになります。キャラクターボード、ここに置いていけばいいですか。はい、大丈夫です。階段登るので車椅子降ります。こちら側でご案内中です。
どうやって食べればいいのこれ。美味しい。見て、カプリコ。本当だ。久々に食べる。これなんか生クリームさ、いちご味らしい。ああ、するね。シナモンチキンパオ。シナモンの絵柄なんかな。あ、照り焼き、え、照り焼き。びっくりなんだけど、なんかもうちょっとあの乾燥してるやつかと思った。スモーク系かと思った。シナモンのマークありますか。あ、あ、いたいたいた。いただきます。美味しい。急いで食べて写真撮ったり買い物したりします。お土産買ってきたよ。ありがとう。めっちゃ可愛い。インスタの発表者、うん、コピュール限定だよ。どうしようかな。ちなみに誰にお土産買うんですか。自分。はい、ということでフィールランドおしまいです。5時までいましたね。閉店のギリギリ。なかった。一日でもあるだろうね。あ、しんどいですね。ショートカムね、結構長いからね。まあ、でも実はまたピューロランドに来れるかもしれない機会がねあるかもしれないんで、はい、その時はね今日行けなかったのでその時は行けたらなと思います。はい、皆さんも楽しみにしてください。ということで最後まで見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録